はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。それでは今日はですね、第62回となりまして、 L2TP について話していこうと思います。ただこの L2TP を話す前に、少し皆様に情報をシェアしておきたい部分がありますので、その話をしてみたいと思います。今日この動画を撮っているのは2020年の7月13日なんです。で、この7月13日からIPA の試験ですね、ネットワークスペシャリストの申し込みが開始される予定でした。で、先ほど私はですね、この IPA のサイトに行ってネットワークスペシャリストの試験を申し込もうとしたんですが、結論として申し込めませんでした。こちらをご覧ください。試験日ですね、令和2年の10月18日日曜日予定で、ここです。3番の試験区分として、見ていただくと分かるようにネットワークスペシャリストがありません。で、よくよく調べてみると、もうすでに情報は開示されていたみたいなんですが、この、2020年春ですね、春の試験がコロナの影響で、まあ、中止というか、まあ、延期のような形になってしまって、春受けるはずの試験がこの秋に移動してきたというところですね。なので秋試験で本来受けることができるネットワークスペシャリストの試験が少し後ろ倒しになったみたいです。なので11月以降とかですね、それぐらいのタイミングでネットワークスペシャリストの試験が受験できるんじゃないかというような情報が出てますね。なので私と同じように2020年の秋の試験でネットワークスペシャリストを申し込もうとしている方は、今は申し込めないようなのでご注意ください。そして申し込めるようになったら、できるだけ早めに申し込んだ方が、まあ、ご自宅から近い試験会場が割り当てられたりっていうことがあるそうなので、まあ、できるだけ早めに申し込めるといいと思います。申し込めるようになったらこの動画でもシェアしようと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは今日のミッションに移っていきましょう。今日のミッションですね、 L2TP ってなんだというような課題にしています。私は T をちょっと癖でですね、 T って言ってしまうんですけども、少しおじいちゃんっぽいんですけど、そこは気にしないでください。 L2TP ってなんだっていう話ですね。で、この問題を取り上げようと思ったのは、この設問を見たからです。ネットワークスペシャリスト令和元年秋の午前2試験の問いの1番ですね。よかったらぜひ皆さんもこの問題やってみてください。ネットワーク層のパケットを対象として IP パケットでカプセル化し、トンネリングを行えるプロトコルは何ですかという問題です。選択肢があって、 IPSEC、L2TP、PPTP、RSTP とあります。考えたい方はぜひここで動画を止めて考えてみてください。はい、それでは答えを言っていきます。答えは IPSEC が答えです。今回の課題が L2TP なので、もしかしたら L2TP が答えかなと思った方もいるかもしれませんが、答えは IPSEC ですね。で、私この問題を見た時に IPSEC だなっていうふうに答えることができたんですが、この L2TP っていうところがいまいちよく分かっていなくて、少しここでですね、学習しておきたいなと思ってこの動画を作っています。皆様もこの設問ですね、見た時に IPSEC って答えられた方が多いと思いますが、こういった間違い選択肢についてもぜひぜひ深く掘り下げていくと合格が近づいていくと思いますので、こう間違い選択肢もしっかり勉強するというところを癖つけていくといいかなと思っております。はい、なので今日はですね、解説としては、まあ、自分がちょっと L2TP の動きよくわからないので L2TP の情報をまとめていきたいと思います。L2TP は名前の通りですね、 L2 データリンク層でトンネリングするためのプロトコルです。 L2 のトンネリングのプロトコルですね。で、ポイント、この L2TP のポイントは大きく2つだと思ってます。1つ目は L2 で作るので、 IP のネットワーク以外のプロトコルも伝送することができます。そしてもう1つは暗号化の仕組みがないっていうところですね。もしインターネット上でこの L2TP を使いたいということであれば、やはり暗号化しないと危ないので IPSEC と組み合わせて L2TP-IPSEC と、まあ、このような使い方をすることが多いです。 L2TP-IPSEC の使い方を絵にしたのがこちらです。クライアントはインターネットの外にいて、まあ、VPN のクライアントのソフトなんかを使ってですね、 VPN 装置とやり取りして、まあ、この社内のサーバーに接続したい、まあ、このような要件を使うときに L2 で接続したいので、まずは L2TP のトンネルを作ります。ただこの L2TP は
先ほどお話ししたように暗号化の機能がありません。なので IPSec のトンネルももう一つ作ってあげて、 IPSec のトンネルの中、IPSec は暗号化の機能ありますからね、 IPSec のトンネルを作って、その中にさらに L2TP のトンネルを作って、情報をやり取りする、このようなイメージですね。なので、インターネットを経由するような使い方を L2TP でするときは、L2TP、IPSec、この両方をうまく使って通信してますよっていうところをご認識ください。はい。じゃあ最後にですね、L2TP のイメージというところをお話ししておきたいと思います。この L2TP のイメージ、結論から言うと、社外から社内の L2 のハブに接続するようなイメージを持つといいと思います。なので、ここですね、インターネットの外にこの端末はいるんですけれども、L2TP をうまく使ってあげると、ここです、社内の L2 スイッチにこう接続されているようなイメージで使うことができます。なので社内で使用しているプライベート IP アドレスを使えるとか、社内のルールにのっとっていろいろ使いやすいので、こういう L2TP を使うっていう場合もありますね。はい、それでは今日は L2TP についてアウトプットの挑戦をしてみました。復習になりますけれども、ポイントは大きく2つです。L2 で作るので IP ネットワーク以外のプロトコルも伝送することができますというところと、あとは暗号化の仕組みがないのでインターネット上で使う場合は L2TP、IPSec など、こういったトンネリングのプロトコルを組み合わせて暗号化して使いますよというところを覚えておくといいと思います。最後に私事になりますけれども、皆様のご支援のおかげでチャンネル登録者数が100名を突破することができました。ご登録いただいた皆様、本当にありがとうございます。これからも皆様のお役に立てるような動画を頑張って作っていきたいと思いますので、引き続きご支援よろしくお願いします。それでは今日は動画以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。